新年明けましておめでとうございま す。はい、2023年12月です。まだ、はい、あ、今ね撮ってる時は、はい、本当は ですね。はい、でも、はい、もう新年の気持ちです今です。もう2024年です、はい、もう我々気持ちは。あと1週間でもう今年終わりますからね。そうですよ、はい、まあ、見てる頃にはもう1月1日を超えてるとは思うんですけども、はい、おめでとうございます、はい、今年2024年で何年目になるんでしたっけ、はい、5? あ、そんなやってますっけ。2019からやってますよね。5年生です。じゃあ、まあ、5年目かな。期間で言ったらまあもうちょっと短いですけど、はい、早ね、もうね、そのぐらいになったわけなんですよね。そうです。まあ、いろいろ企画をやってきましたけど、はいはい、まあ、今のね形になってだいぶこう固まってきた感があるので、うん、まあ、今年もねちょっとパワーアップをしていこうかなと、はい、思います。いうところで、まあ、ちょっと抱負をね、うん、お話ししたいなと、はい、思っております。34歳の謎動画なんですけど、はい、まあ、今年は、はい、あの自転車ただ乗りに行って、うん、トレーニング痩せたいとかっていうだけだったんですけど、はい、ちょっと2023年去年やってみて、はい、自転車乗って、うん、何か食うとか、うん、だったじゃないですか。まあ、撮影終わった後にご飯食べたり、うん、どっかホテル旅館泊まったり、はいはいはい、とかちょっと遊んでから帰るとか、はい、今年2024年は、うん、ただ自転車プラス何かってちょっと趣味の、うん、皆さん多分視聴者さんの中にも釣り好きだとか、うん、キャンプ好きだとかいる人と思うので、はい、そういうのと組み合わせたコンテンツをそうちょっとお送りしていきたいなとですね。はい、これちょっといいですか、新年一発目から語ってしまいますけども、はい、自転車の趣味の人って、うん、自転車だけが趣味の人ってなかなかいないと思うんですよ、実は。あ、チャリだけってことですよね。そう、うんうん、乗ることだけが楽しいだけじゃないし、うんうん、もちろんいじることも楽しいとか、まあ、自転車に関わるもの全般が好きっていう方が多いだけではなくて、うんうん、実はその遠くに行くのが好きとか、うんうんうん、でそこに電車が好きだから電車と自転車を組み合わせて遠くに行くのが好きって人もいれば、はい、あとは例えばこうスポーツカーに自分の自転車を積んで、うん、どっちの走りも楽しみたいっていう人もいるし、あ、なるほどなるほど。あとね、あの僕振り返ってみると、うん、あのまあ、選手をずっとやってて、はい、海外とかも行ったんですけど、うんうん、海外のレースを出ている瞬間が楽しいから選手をやってたわけではなくて、うん、それだけではなくて、やっぱその自転車を持って海外に行く体験そのものが楽しかったりとか、いろんな国いろんな場所に行けるじゃないですか、うんうんうん、で国内に帰ってきたとしてもジャパンプロツアーとかね、うん、例えば来週は福島で、うん、その次の2週間後は石川でレースがあるとか、うんうんうん、いろんな各地に行っていろんな景色を見たりとかいろんな体験をするのが好きだから、総じて自転車が好きって言ってきた気がするんですよ。トリップみたいな。あ、そうですね。僕の場合は そこがすごい好きだったんですよね。うんうん、みんなとこう車でね、チームカー乗って、うんうん、ワイワイこう話しながらとか、はいはいはい、まあ、戦略どうしようねとかっていうのもあるんだけど、うんうん、あ、ここら辺ってこういう景色があるんだとか、うん、なんかこの、なんか北陸の回転寿司美味しいらしいよとか、うんうんうん、なんかそういうなんか普段とは違う。いいですね、グルメとか。そう、うん。違う日常を体験できるツールの、あくまでツールの一つとして、うん、自転車が軸にあったから、楽しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、やっぱこのチャンネル見てるくださってる方っていうのは、いろんなそのルーツがあって、うん、まあ、自転車に集約はされてるんだけども、うん、まあ、そのいろんな趣味だとか、はい、ものの見方とか、うん、そういったことにこういろいろフォーカスをしながら、うんうん、自転車のチャンネルなんだけど自転車だけではないその周りのところも楽しみとして取り込めることを、皆さんにこういう楽しみ方あるよっていうのをお伝えできるようなチャンネルにできればなと今思っております。新しい、だからその、うん、今インプレッションシリーズとか、うんうんうん、34歳とか、うん、ハウツー、うん、サイクルボーイズ、まあ、森くんのとかもあるんですけども、はいはいはい、ちょっと一味違った2024年にしたいなとコンテンツ、そう、うん、今思ってます。そうです ね。だって川村さんもね去年初めて、はい、今ようやく1年経とうとしてもうちょっとでしますね。そうですね、うん、まあ、4月で1年なんですけど、うん、今だから8ヶ月目ぐらい、そうですね、うん、第2シーズンが始まるわけじゃないですか。そうです自転車第2シーズンが始まるんで、うん、多分、まあ、乗りに行くだけじゃなくて、うん、やっぱいろいろやりたいですよね。一回昼くらいまで登ったら、うんうんうん、ちょっとキャンプやってみるとか。あ、いいですね。あの頂上で、はい、あのいっぱい器具ガチャ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 やって、うん、あのコーヒー豆こうミルでやって、いいやってちょっと飲んで、はい、
みたい、景色見たりとか、はいはいはい、して降りる、なんかしたいですよね。ですよね。そう、今まで行って帰ってくるだけだったんで、うん、ちょっともったいないです。もったいない。せっかくの そこでしかできない体験があったのに。そう、富士山も登って降りて帰ってきましたもんね。ですね。速攻で。なんか他にもうプラス何かしてもよかったかもしれないっていうね。何やりたいですか。何がいいかな。でもやっぱ釣りしたいな。あ、釣りいいっすね。釣りしたい。うん、なんかね、最近結構ね、いろんな媒体で自転車と釣りやってるんですけど、はい、あのまたか、また釣りかってなるかもしれないけど、でも実際面白いと思うんですよね。僕らのチャンネルでそれやると多分、うん、普通の、普通のって言ったらあれですけど、他のとこの媒体でやってるような感じの絵っぽいんですけど、うん、ちょっと多分違うと思うんですよ。ちょっと友達の、はい、同い年のおじさん、友達、仲良しグループで行って、うん、うん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 、時の雰囲気でそのままやるんで、あ、いいですね。ちょっと親しみを持って、はい、親しみを持って見られるような感じというか、確かに確かに、そうそうそう、いいですね。キャンプしたいです。あ、キャンプもいいですね。あとマウンテンバイクとかもちょっと挑戦したい、ちょっとやってみたいです。マウンテンはね、楽しかったですよ。はい、僕もまだ初心者なんですけど、はい、あれはね、なんか未開のこう、未開ではないんですけど、はい、わしゃわしゃとね、こうね、こう踏んでこう開拓していくような感じがね、楽しい。あれって都会、この東京とか都内とかでマウンテンバイク乗ったらどうなるのかとか、はい、ああ確かにその視点じゃないですよね。実験的な感じもやりたいですよね。これやったらどうなるんだ、あ、なるほどね、とか、はい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 、そういうなんか、なんか可能性広がりそうですよね。そうですね、自転車のね、行けたら全然買う、あ、何、都内乗れるんだったらマウンテンバイク買うわっていう人もいるかもしれないですもんね。ね、なんかマウンテンってついてるから、そうそうそう、 山行かなきゃダメだみたいな固定概念があるから、はい、なんかそういうのにこう、まあ、皆さんももしかしたら思ってるかもしれないですよね、うん、その疑問みたいな、はい、自然に変なこう、ね、固定概念みたいなのあるかもしれないけど、はい、実際やってみて、はい、案外良かったぞみたいな、そうですよね、はい、話があればそれ出してもいいかもしれない。あとあれですね、あのバーチャルライドっていうのをちょっとやってみたいんですよ。バーチャルライドはぜひね進めたいですね、はい、うん、家でちょっとやっぱ乗りたいのと、うん、やっぱ雨とか台風、夏は僕好きなんでいいんですけど、やっぱこの季節だと、うん、いざ乗りたいっていう時雪降ってたり、うん、雨降ってたりとかするとちょっときついですね。その時のこのせっかくこうなってんのにっていうのを、はいはいはい、やっぱりこうバーチャルなあれでなんかやれるじゃないですか今って。ですね。そうなんです。ああいうのもうちょっとこうコンテンツとしても楽しみたいし、あ、今ね可能性があるような気がするんですよ、ね。それこそバーチャルで、バーチャルライドで観光じゃないですけど、うん、なんか今ほらバーチャルライドのアプリいっぱいあるじゃないですか。はい、まあ、あの例えばフルガスとか。うん、ズイフト、うんうんうん、でそれぞれまあ良さもあるんですけど、その世界中のコースを走れるようなアプリみたいなものもあったりするんで、はい、あのもう僕自身もズイフトやるんで、ズイフト大好きなんですけども、そのバーチャルのところ、うん、そのバーチャルの世界のライドだけじゃなくて実写の方を楽しんでみたりとかね、いろいろこう選択肢としては広げておいた方がいいのかなと思うので、うん、そうですよね、多分よくやりたいけどよくわかんねえ、何揃えたらいいのとか、大体どれぐらいなのかとか、費用感どういう、ね、やったらどういう感じなのか、なんか物をこう部屋とか置いたらどうなんだかとか、はい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 、結構意外と知らないんですよね僕も。あと音どうなんだとかね、そうそう、うるせえんじゃないかみたいな、はいはいはい、うるさいみたいな、こう、うん、アパートでできんのかとか、マンションでできんのかとか、めちゃめちゃ大事ですね、はい、うん、確かに。ペットとかいると、はい、なんか大丈夫かなみたいな、あのガラッとなったりしないかとか、確かに何やってんのってこう来たら、そうそうそう、なんか当たっちゃうんじゃないかなみたいな、そういう風の時のやつとかも、やっぱその視聴者目線で、うん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 、視聴者様目線でちょっといろいろと試してみたいなっていう。あ、ですね、ですね。本当ね、いろいろ挑戦したいな。はい、いろいろやりたいです。そう、ちょっとね、こう慣れてきた感がありますからね。そうっすよね。このチャンネルも。ここはだってもう一番最初からなんで。あ、そうそうそう、そうなんですよ。あのね、最近森くんも出てるし、岸も出てはいるんですけど、もともとこの川村さんがディレクターというかカメラマンとディレクター編集も全部今も。そうですね、まあ、編集はそう川村さんの方でやってもらって、ここで2人で始めたっていうのがあったんですよね。インプレッションの一番最初のやつとか、はい、サイクルモードのやつとかも多分一番最初にやりましたね、はい、2019年サイクルモード、そう、タレントのリホさんっていう方、あ、出ていただきましたね、女性のタレント様と一緒に行ったりとか、うん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 、そういうところからの時代なんで、確かに今あの時の動画見るとちょっとこう恥ずかしくなりそうですね。あ、まあ、確かに確かに。全然違うから。確かに。編集もちょっとやっぱ硬いですよね。硬いですよね。真面目なやつだと思ってたんですけど。そう、確かにな。今ね、だいぶ、まあ、砕けたっていうのかな。はい、まあ、ソフトな感じでね、はい、やってはいるんですけど、なんでいろんな企画にね、挑戦しやすい環境にね、今正直なってきたので、うん、こういうことやってほしいな、みたいなものが、もし皆さんの中であれば、
ぜひね、そういうお題をね、そう、あの、教えてほしいんですよ。あ、そうです。俺は、私は自転車乗ってこれしてますとか、うん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 、食べ歩き、いろんな焼き鳥屋を巡って串一本食って、はい、食う、そういうやつが自分の中であるんですとか、ツールド串、ツールド串焼きとかそれいいですね、それやりたくなった、それやりがい、まあ、自分で言って面白そうなの、面白そう。あとね、まあ、今話のあれ申し訳ないですけど、はい、もうずっとやりたいなと思ってるのがカロリー実質ゼロライドっていうのやりたくて、あ、乗った分だけ食えるし食った分だけ乗らないといけないみたいな、そう、あ、まあ今ね考えてるのは、ね、デカ盛りの店だけにしか行かないっていう、あ、で走って行ってめちゃめちゃとんでもない量のご飯を食べて、二郎系みたいなやつ、あ、そう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 、で普通だったら食べれなかったりとかカロリー気にするじゃないですか、はい、でも全然そういうの気にしないっていうぐらいの距離のところにあるところに食べに行って帰ってくるっていうライドしたいんですよ、ね、ああ、いいっすね、そう、なんかご当地のものとか、ね、200キロとかのレベルで、あ、もう全然そう、片道100キロでなんか食べに行って、うん、なんかとんでもない量のそばを食べてごそっと食ってで帰ってくる、帰ってくる、あ、いいっすね、うん、とか、なんかそういうなんかね、うん、いろんなグルメと観光も両方楽しめるライドみたいなものをテーマを持って、ただ走るだけだとね、いや、そうなんですよ、よくないと思うんですよ、トレーニングみたいな感じの雰囲気になっちゃうと、うん、僕選手とかじゃないんで、うん、痩せたいですけど、うんうんうん、そんなガチでっていう感じもないんで、やっぱ何かご褒美がないと、うんうん、確かに、そう、もちろんパワーウェイトレシオをなるべくね、うん、向上させよう、パワーを向上させて体重をなるべく削って、とにかくレースでタイムをっていうのも正解だとは思うんですよ。そう、向上心はもちろんあるんですよ。はい、自転車 乗るだけでも楽しいんですけど、うん、僕みたいな素人は、それプラス何かっていうのがないと、うん、もし行くかっていうのにちょっと なりづらいんですよ。ですよね。はい。確かにその動機というか、モチベーション、はい、の維持と、その、そうですね、モチベの維持が大事ですね、うん。僕はなんか撮影とかチャンネルがあるから、うん、撮ろうぜってやれるんですけど、一人とかだったらもしかしたら挫折したりとか、うん、なんかきつくなってきたな、思ったよりもちょっと苦しいなっていうのはあるかもしれないんで、うんうんうん、なんか一緒にそういうのはやれればいいですよね。ですよね。オフ指もやりたいし。あ、そうそうそう、それでいくと、そう、せっかく、最近ね、見てくださってる方がすごい増えてきて、声をね、かけてくださる、あれめちゃくちゃ嬉しいですよね。そう、多くなってきたんですよ。イベント行った時にいつも見てますって、すごいありがたいことに増えてきまして、なので、せっかくね、まあ、見てくださってその興味持ってもらってるので、何かこうオフイベントとか、なんかライドイベントみたいなものとかもう今年はね、ぜひしてみたいなというふうに思ってはおります。はい、なのでね、ちょっといろいろと今年はチャレンジの年にね、そうですね、いろんなことチャレンジするような感じになる、するので、うん、ぜひね、コメント欄とかにもね、書いてください、こういうことしてほしい、はい、こういうことしたいみたいなのを書いていただければと思います、はい、あともうコメントをするあれでもないんだよ、そこまででもっていう人もいると思うんで、うん、そういう人はもういいねで、あ、いいね、そうですね、いいねを押してくださればいいです。コメントでもめんどくさい、でもまあ応援するよっていう人はもう今のその感じでいいね、はいはいはいっていう感じでやってくれれば、いいです、ちょっとこう糧になるんで、うん、もうそれだけでやってます今。そう、結構見てますからね、はい、結構嬉しいです、嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで、ということで、はい、2024年、はい、よろしくお願いします。今年も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。